まあ先ほどのメールとちょっとつながりがあるんですが。そうこつながいや、ええええ、俺もこれ気になってたんけどね。ええ、若者がドラマを見てリストカットに泳んだりってどういうこと,とドラマの中でリストカットする場面があって。じゃなくて、なんか同じような境遇で育った人がたた、ねうん。あ,あそういうことそれを見て、動揺して、リストカットしちゃったみたいなんだよね。うん。まだそれはでもまだドラマはドロドロまで行ってないでしょ。 言ってないのに、リストカットそんな早すぎるわな。うん。まあ、まあ、そういうふうにこう感じ取ってしまったっそんなこと言ったら、もう作られなまあ、そうですよね。ね殺しのドラマは、あの、あかんことになるわけですよ。うん。あかんことなんだけど、やってんのよ。はい。それは、あの、そんなことに感化されて、人殺しする奴はただのアホ。うん。っていうふうに片付けて終わりなんですよ。うん。世の中そんなもんなのよ。うん。だから、それと同じように考えたら、 あ、アホかいな、いう話じゃないけどね。うんクレームつけてくること自体がね。 そのクレームなんですがね、あの全日空ですね、ANA、1月18日から開始していた ANA の新しいコマーシャルについて、うん、人種差別であるとの苦情が寄せられたことから、え放映が取りやめになりました、うんえ、このコマーシャル、今、ラジオ機の方もご存知の方もおいらっしゃるかと思うんですが、パイロットの制服を着た俳優の西島秀俊さんという人とですね、お笑いタレントのバカリズムが、英語で会話しながらアピールするというものなんですね。うん、この時金 原発のかつらとつけ花をししししてて高くですすね、はい、外国人に変装したバカリズムが登場します<う>これが非常にそのおステレオタイプな西洋人の描き方だとして、文句に語って意味ですよね。うんうん、ソーシャルメディアを中心に外国人から人種差別的だと批判の声が上がった。<laughs> 外国人から言われてんねんで、一部の外国人からはユーモアの範疇だと。あくまでコマーシャルの中のコメディー。 は取りやめにしまやめたと。うん、う言われたらもうやめないはしゃないのかね。別にさ、ほっときゃいいのよね。だって昔がこんな遊びでやってんじゃんの。うんだからもう、やってんちゃうのそれが、そういうことにもうなっちゃったんだよね。うん、ねだったらもう、ね、そうなっちゃった範囲でやるしかないのよね、私たちは。最低、えー、やね、でも。いや、でも本当そうよ。だってさっきのドラマだって、<laughs> 家なき子はオッケーだったわけじゃん。はい、あの時代。あれ、はい、から何二20年ぐらい経ってる、はい、で、こうなっただよね。うん、で、くしくも、うん、野島真しさんですか新しい方の脚本家も。もか、うん、脚本はして、監修だった。監修ですか。ああ、関わってるんですね、うん、じゃあね。それこそ、ほら、やらせ問題とかも。 あったじゃない多分もうすぐなんかもう文句言うやつがおねんね要はあとあのこれカエルのキャラクターで缶チューハイのおっしありましたねあったね麒ですけど子供が興味を持ってお酒飲んじゃう可能性があるとクレームが入ってこれ中止俺が一番わかんないんだよそれは俺あのだってカエルっていうのはそれ出てるやつあれやろ子供ちゃうやろカエルはカエルの大人よカエルの子供はお玉じゃくしやろ そうですね。きた。来たおたまじゃくしがそれ、缶中杯飲んどんやったら問題やる、そあ <laughs> そういうことカエルは成人やろ。大人だと。成人が飲んどんや、そういうことを親が教えたんやねん。あ,<ー>あのカエルは大人やねでと。うん、あんたのこととちゃうからね、言うて。あお、うん、ちゃうか、そのクレーム言うてんの。うん 何人クレーム出したのねえ3人ぐらいやろだよね <laughs> 3, 3人ほぼすっごいお金使ったコンサルがほぼ3人やでそれ多分。分あ多分別の人を見るとおアルコール問題を扱う団体から指摘を受けたと、うん 何をアルコール問題を扱う団体って。<laughs> 何やね。<laughs> まあ文句があんだったらお、おのれの所在もはっきりしろよって話お。おのれ言うとこいよな。うん、おのれが。そこはさ、うやむやにして、<laughs> なんだからさ、私、誰が、発表してないんでしょで<も>私それね、発表しちゃっていいと思うんだよね。 だから、その、その日本テレビの肩持つわけじゃないけど、うん、内容うんぬんは別にして、うん、続けるってことが大事で、そう、だから企業はさ、もちろん、直にさ、売り上げに結びついてしまうから、うん、ビビっちゃうのもわかるけど、うん、みんながいっ 去年、ね、やめた、やめたって連鎖してったら、もう本当に何にもできなくなっちゃう,う俺はもう、えらい、もうナチスの世界に戻るよ。あのだから言うたんやねんか、それど今、マズコ言うみたいに、はい、それどど誰から言われましたん、言うてね。はい、言うたったんやねん、それだ、おたま弱しや、言うて。う <laughs> 分かってんのか、言うて。う